ダイビング機材。ダイビング機材とは、スクーバダイビング、スキンダイビングなどに使用する器具である。以下の機材は、スキンダイビング及びスクーバダイビングにおいて、共通に用いられる機材である。スクーバダイビングにおいては、これら機材を軽機材と称するが、3点セットと呼ばれることもある。水の屈折率は、空気のそれとは大きく異なるため、 角膜が水に接している場合正常に物を見ることができない。この問題を解決するために周囲の水と角膜の間に空気の層を設けるための器具がマス、水中メガネである。水圧によって装着部、眼球周辺がマスク内部に引き込まれるためマスクスクイズ、潜水用としては鼻まで覆うマスクを用い、その内部に鼻から呼吸を吹き込んで圧力差による。 障害を回避、膜風呂をするようになっている。言い方を変えれば、水泳に用いられる目周辺のみを覆う、いわゆるゴーグルを潜水に用いることは不可能である。マスクの中に入った水を抜くための排水弁を持つ製品も存在するが、排水弁がなくても水中での水抜きは可能である。禁止、老眼等のダイバーのために、いわゆる ド入りのレンズを装着できるようになっているマスクもある。乱視はもちろん遠近療養等もあるが、メガネでは、ごく当たり前の境目のない遠近療養レンズは、まだない。特に冷たい水中や、汚染された水中に潜水する場合、また水中での会話を必要とする場合には、フルフェイスマスクと呼ばれる、レギュレーターが組み込まれ、口を含む、顔面全体を覆うマスクを使用する場合がある。 よくテレビなどで行われる水中リポート、潜水リポートで使用される。フルフェイスマスクも蒸気の写真以外にも様々な種類が存在する。フルフェイスマスクは職業ダイバーには非常によく使われているが、一般レジャーダイバーへの普及率はゼロに等しい。しかし、一部の体験ダイビングや障害者向けダイビング等で使われている。 レギュレーターが外れる心配がないことや普段通りの微呼吸も可能なこと、マスク内への浸水が少ないこと、入っても排水弁から排水されることなど、初心者や障害者に向いている面は数多くある。シュノーケルは、スノーケルとも言う、英語ではスノーケル。顔面を水につけた状態で呼吸をするための J 字型の管である。スクーバダイビングでも、 目的地点付近までは水面を移動することが多く、タンク内の空気を節約するために使用される。マスクストラップの左右どちらでも取り付け可能だが、スクーバダイバーの場合は、レギュレーターのホースが右側から伸びてくるため、左側に装着するのが一般的である。排水弁付きが一般的だが、あえて弁なしを選ぶダイバーもいる。近年では上部から水が入りにくい。 ドライトップ付きの製品も多くなったが、どんなスノーケルであっても水は容易に侵入することを使用者は常に念頭において呼吸する必要がある。下部が有事菅のように曲がっているタイプと蛇腹状で使わない、時にはまっすぐの状態になっているタイプがあり、前者はスノーケラー向き、後者はスクーバダイバー向きという説もある。足ひれとも言う。 人間が最も大きな力を出せる脚部の運動を、水力に変換することで、水中や水面を効率よく移動するための器具である。フィンを足に装着する際に、足を入れる部分を、フットポケットという。フィンの種類は様々だが、このフットポケットは2種類に分けられる。デリケートなくるぶし周りを保護するため、また、フィンズレを防止するために専用ブーツまたは、専用ソックス。 さらに薄で着用が望ましい。サイズの微調整は一切できず、一般の靴のような細かいサイズ設定があるわけではないのでぴったり合わせるためには若干の工夫が必要である。フルフットフィン専用ブーツや専用ソックス、中にはイソタビトを履いているダイバーもいるが、それらは保護、保温のためであると同時に、フィンに足を合わせるための道具でもある。フィンの硬さや長さ、 素材などにより、様々な種類が発売されている。一般に、硬い素材で作られた大型のものの方が、脚力を水力に変換する効率が良く、かつ大きな最大水力を出せるとされているが、反面強い脚力がなければ、効率の良いフィンキックをすることができない。作業潜水において、重量物を運搬する場合には、柔らかいフィンでは必要な水を得ることができず、 反対に、リクエーショナルダイビングにおいて体力に合わない硬いフィンを使用すれば体力を無駄に消耗することになる。自分の脚力とダイビングスタイルに合ったものを選ぶことが重要とされている。ウェットスーツ着用時とドライスーツ着用時では、ブーツの大きさの関係でフィンの強用が困難であることも多い。また、中級以上のダイバーともなれば、 潜るポイントによって適切と思われるフィンを使い分けることもごく普通である。ダイバーの保護、保温を目的にしたスーツである。詳しくは保護スーツを参照。本格的なスキンダイビングやスクーバダイビングでは、水中で低体温症の危険が生じても、すぐに上陸して暖を取るなどの対処が取れない場合も多く、保温力を持たない水着のみを着用して潜水することは危険である。 また、岩やサンゴに触れることによる皮膚の損傷防止という観点からは、全身、少なくとも頭および、脚部全体を覆う衣服を着用して水することが好ましい。したがって、日本を、はじめ多くの地域ではほぼ常に保護スーツが着用されており、水着のみを着用して潜水することは、熱帯など、よほど水温が高い地域で、かつ、受傷の原因となる物体に触れる。 危険性が相当低い場合でない限り一般的でない。ただし、沿岸の限られた範囲で行われるスノーケリングにおいては保護スーツを着用しない場合も多い。しかし、ウェットスーツは保護、保温だけでなく浮力確保という目的もある。その浮力を相殺するためのウェイトを捨てさえすれば十分な浮力が確保できる、水着やラッシュガード等の浮力がないものだけしか着用していない。 ダイバーは、その緊急時の浮力確保ができない。なお、保護スーツ、特に、ウェットスーツの下着として、水着を着用すること一般的である。できるだけ体にぴったりしたシンプルなタイプの水着が、望ましい。保護スーツなどの機材は浮力を有するため、これらを身につけて先行することは、不可能ないし困難である。こうした浮力を総裁し、先行。 可能ない使用意にするため、金属、種として、鉛製のおもりを身につけることが必要になる。穴の開いたおもりをナイロンなどの繊維でできたベルトに、取り付け腰に装着する場合が多いが、ポケットにおもりを入れたベスト状の器具、ウエイトベストや、PC に組み込まれたウエイト専用ポケットを使用する場合もある。こうしたベルトやポケットは、緊急時におもりを捨てて浮上することができるよう、 体からワンタッチで取り外せるようになっているクイックリリース。装着したウェイトベルトの先端を託し込むなどの端末処理はクイックリリースの妨げとなるので金属事項である。PCD にウェイトを装着する場合、ウェイト専用ポケット以外のポケットには原則としてウェイトを入れてはいけない。第一の理由はクイックリリースができないことでウェイトの脱落。 ポケットの破損などのデメリットもある。以下の機材は、スクーバダイビングにおいて用いる、呼吸用及び古く調整用の機材である。スクーバダイビングにおいては、これら機材を重機材と称するが、スクーバセットとも呼ばれる。呼吸用のガス、通常は空気を圧縮して蛍光するための容器である。日本語では、ボンベと呼ばれることも多いが、英語では、タンク、ボトル、瓶。 内脂は、シリンダー、シリンダー、円筒と呼ばれる。なお、酸素ボンベと呼ばれることが多いが、これは誤りであり、通常は、一般的な大気と同じ成分の清潔で乾燥した空気を用いる。酸素を増やした、窒素を減らしたエンリッチ度や、ナイトロックスも広く普及している。水中重量の軽いアルミニウム製のものが多く、用いられた時期もあったが、結局は、 重量減の分イ度を増やさねばならず、機材全体としての重量減にはならないどころか、陸上では総重量増となること、及び2002年の崩壊正後、アルミタイク離れが進み、現在、国内では、スチール、鋼鉄製のものが圧倒的に多く用いられている。新たに製造されるタンクについては、通常のスチールタンクではなく、メタリコン処理等の表面処理により、 耐久性を向上させたものが主流である。内容積は6リットルから15リットル程度で、日本では10リットルか12リットルのものが多い。重点圧力はかつては150気圧が標準であったが、現在は200気圧が標準的である。テクニカルダイビング用としては300気圧のものも一部用いられるが、日本国内では200気圧までしか高圧ガス保安法で認められていない。 タンクの重量は内容積が同じである場合、陸上ではアルミタンクの方がやや重いのが普通で、水中では比重が大きいスチールタンクの方がやや重い。国内ではスチールタンクが圧倒的に多く普及しているが、海外ではほとんど逆である。アルミタンク使用時はスチールタンク使用時よりも8ロ 2kg 前後増やす必要がある。 一回の潜水時に携行するタンクは通常1本であるが、作業潜水やテクニカルダイビングにおいては、より多量、あるいは複数種の呼吸用ガスを携行する目的で2本以上のタンクを携行する場合もある。1本あるいは1組のタンクで可能な潜水時間に関しては当該記事を参照されたい。高圧ガス保安法、9、高圧ガス取り締まり法により、 許可を受けた高圧ガス製造業者でなければ、タンクに空気などのガスを充填してはならない。またタンクには、有資格者による5年に1回の検査を実施し、スキューバの文字を含む検査合格の刻印をする必要がある。タンクに充填された高圧の呼吸ガス、一般的には空気を呼吸に適した圧力、周囲圧まで減圧する装置である。通常ファーストステージ。 セカンドステージの2部分から構成されていて、タンク内の高圧ガス2段階に分けて減圧する。最も一般的なレギュレータセットは、ファーストステージ、メインのセカンドステージ、予備のセカンドステージ、オクトパス、BCD につなぐ中圧ホース、ファーストステージと高圧ホースでつながる、残圧系やコンパス等が一体となったコンソールゲージから構成されていて、 ドライスーツを使用する場合にはスーツへの吸気用に中圧ホースを1本追加す必要がある。オクトパス以外の予備の呼吸源として小型のタンクにレギュレーターを取り付けたサブシステムを持ち込むことも安全対策として優れている。商品名スペアエアに代表されるレギュ一体型の超小型300から 500cc 程度タンクも世界的に広く普及しているが 日本国内では全く根付かず、現在ではレジャーユースとしては輸入されていい。スクーバダイビングに使用する浮力調整装置で v イ a n c ー浮力コンピンセター保証装置のアクロニムである b c d v イ a n c ー・コントロールデバイスボイアンシーコントロールデバイスとも呼ぶ。本体となる空気袋と体に装着するためのハーネス。 空気タンクから空気を送り込むための吸気弁、内部の空気を排出するための排気弁からなり、さらに通常は空気タンクを固定するためのハーネスと一体となっている。空気袋を背中側に設けたバックフロートタイプ、胸側に設けたホースカラータイプ、前後に設けたジャケットタイプ、ショルダーベルトタイプなどに分類され、それぞれ一長一短がある。ホースカラータイプは最も初期型で、 現在ではごく一部のダイバーにしか使われていない。スクーバダイバーの受ける浮力は次の理由等により潜水中一定でない。すなわち、BC はこれらの要因による浮力の変化を相殺し、常に一定条件での潜水が可能になるようにするために使用される。すなわち、スクーバダイバーはタンク内の空気の消費により増加すると見込みれる浮力を相殺するために、 潜水開始時を基準とした場合には過剰となる。ウエイトを装着するとともに、潜水開始時に BC に空気を保持することで、過剰のウエイトをさらに相殺し、潜水中の空気の消費、タンクの浮力増加とともに大容量の空気を BC から排出することで、タンク内の空気量に関わらず一定の浮力、通常、中性浮力と呼ばれる浮力例の状態を得ることができ。同様に、 水深の増加とともに BC に空気を送り込み、浮上とともに BC 内の空気を排気することで、ウェットスーツの体積変化による浮力変化も相殺することができる。BC はさらに、水面で休息する際や非常時のための救命同意的な役割も担っている。主要機材以外に安全性、利便性、快適性を向上させるために、手術のアクセサリーが使用される。 タンク内の利用可能な呼吸ガス量を把握するための圧力計である。現在の推進を測定するための圧力計である。減圧症への罹患を回避するため、推進の履歴から減圧停止の必要性、手順などを計算し、ダイバーに指示する電子機器である。略して大根ともいう。その時々の環境圧から、ダイバーの身体組織に溶解、排泄される。 窒素量を計算し、窒素量が法は、すなわち水面まで浮上した際に、体内で気泡を発生する、限界量に接近した場合に減圧停止の指示を生する。溶解窒素量の計算モデルとしては、ビュールマンモデル、ハルダーンモデル、RGBM モデル、ダショムモデル等の、いくつかのモデルが知られている。現在では、レギュレータに接続し、その時々の空気消費量を計算する。 機能等の付加機能を有する製品も多くなってきている。ダイビングコンピュータが使用されるようになる以前は、潜水深度として潜水中の最大深度のみを用い、ダイブテーブルと呼ばれる、早見表を利用して潜水可能時間を決定していた。しかしこの方法では、たとえ一瞬しか最大深度に滞在しない場合でも、ほとんどの時間その深度に滞在する場合と同じ。 潜水可能時間で浮上しなければならなくなる欠点があった。ダイビングコンピュータの登場によって無駄なあまり誘導を確保する必要がなくなり、比較的長時間の潜水を安全に実施できるようになった。しかし、ダイブコンピュータが示す無限圧時間や減圧スケジュールはあくまで計算上のシミュレーションであり、ユーザーの体内の窒素の増減を図っているわけではないので、 過信は禁物である。例えば、ダイブコンピュータが、ここでは、あと5分潜れると伝えたとしても、本当はそのダイバーの限界をすでに超えてしまっている。可能性は常にあるということである。減圧症を避けるためには表示されるデータをもとに常に、控えめな潜水を心がけることに尽きる。体調管理は言うに及ばない。もちろん、頻繁に減圧停止指示が出てしまう潜水など、もってのほかである。 水中で方向を把握するための方位自身である。大半はアナログであるが、デジタルコンパスも少数存在する。従来は、常実の各計器類をすべて個別に傾向していたが、現在では、コンソールと呼ばれる、これらの計器の2つ以上を1つの筐体にまとめたものがよく使用される。水深系、残圧系、コンパスが一体となったタイプを一般的に三ゲージ。 水深系がないタイプを2ゲージと呼び、近年ではダイビングコンピュータの普及により2ゲージコンソールを持つダイバーが多くなった。水中では網やロープ、海藻などに絡まるなどして動けなくなる事故は空気残量の問題から生命に関わる。この緊急時における脱出手段を提供するのがダイバーズナイフ、水中ナイフ、ダイビングナイフともである。 サメなどの水中生物と戦うための武器と勘違いされることもあるが誤りであくまで作業用ナイフとしての位置づけである。ダイビング用のナイフには峰側にロープ等の切断に便利な波状の刃と釣り糸等の切断に便利なラインカッターが付いている製品が多い。鋼鉄製の刃物に比べると切れ味は劣るが海中でも錆びにくいステンレスや地下に生む。 プラスチック等からできている。鋭い切れ味よりも、道具としての強度が求められるため、厚い闘身を備える製品が多い。手袋をしたままでも扱いやすいよう、ワンタッチで鞘から抜けるが、潜る際には、天地逆さとなる場合もあるので、ひっくり返っても鞘から抜け落ちないよう、一定の脱着機構を持つ。プロユースのものでは、ウェイトの機能を果たすように真鍮性の鞘を持つものも、ある。 緊急脱出以外にも、レジャーダイビングで行われる場合がある。フィーディングと呼ばれる魚の餌付けに際し、その餌を切り分ける際にも利用される。他の用途として、一緒に潜水中の仲間に何かを伝える際に、ボディランゲージやボードによる筆談を行うが、これらは、相手がこちらを見ている時以外は意思を伝えることが、できない。このため相手の注意を喚起するために、 タンクや石を叩いて音を出すために、その道具としてナイフの柄の部分が利用されることがある。ダイビングナイフの多くではその用途に向くよう、柄に金属が露出した部分が設けられている。毒を持つ噛みつくなど素手で触ると危険な生物を指し示す際にも利用される。ただしこれらの目的に対しては、ナイフの代わりにダイビング専用の刺し棒、指示棒が使用されることも多くなっている。 近年のレジャー目的のグループダイビングでは、仲間やインストラクターの誰か一人が一本持っていればこと足りるとして、必ずしもナイフを携行せずに潜水することも多いが、業務としてスクーバ等の呼吸装置を用いた潜水を行わせる。事業者は潜水作業者に鋭利な刃物を携行させなければならないことが、厚生労働省の定める高気圧作業安全衛生規則に定めれており、 違反した場合には、労働安全衛生法第119条により処罰の対象になる。水面上での合図用。多くは PC の顔面に近い位置に装着される。通常のカメラは、水中では内部に浸水してしまい使うことができない。この問題を解決するため、本体に防水性を持たせた水中カメラや、防水ハウジングと呼ばれる。 カメラを収納し外部からの操作を可能にした専用防水ケースが用いられる。かつて水中カメラや防水ハウジングは高価であり、これらを使用するダイバーも限られていたが、最近ではデジタルカメラ用の防水ハウジングが比較的安価に入手できるようになったことから、多くのレクリエーショナルダイバーが水中撮影を行うようになっている。防水ハウジングはコンパクトデジタルカメラ用。 ミラーレス一眼用、一眼デフ用に大別され、価格と大きさも概ねその順である。ただし水中では、光の減衰率が特に長波長、赤色よりにおいて高く、良質な写真を撮影するには光量を確保するための外部光源などが必要になる。外部光源とは、外付けのストロボや、強力かつ均一な光を放つ、撮影用ライトを指す。 一万一の漂流に備え、ダイバーには、シグナルフロートの形態が強く進められる。ダイバーに特に人気の高いパラオでは、法律で形態が義務付けられている。普段は、BCD のポケットに入れておいて、一万一の際には、膨らませて、海上の自分を見つけてもらうための、文字通りシグナルとして用いる。水上の船舶から、水中のダイバーを発見することは、 非常に困難であり、船舶が航行する水域で潜水する場合には、事故、船体と衝突する、スクリューに巻き込まれる、水流で巻き上げられる防止のために潜水中を示す、標識を水上に設置する必要がある。国によっては、北欧島を船舶の航行の有無にかかわらず、潜水標識の設置を法律で義務付けている場合もある。水中で使用できる。 用防水構造になっているライト。水中では光の減衰率が大きいため、陸上で用いるライトよりも強力なライトが必要となる。光源の種類は様々で強力なものだと HID が手軽なものとしては、キセノン球、ハロゲン,ン球、クリプトン球がある。前者は撮影用ライトなどに使われる。現在では LED ライトが主流となっている。 水中ノートには耐水紙が使われ、もともとある程度のページ数があり、増やすことも可能なので大量の記録が可能である。水中スレートとは、一般的に艶消しの白い下敷き状の薄い板で、水中ノート同様、鉛筆で記入する。近年ではマグネットを利用したお絵描きボードを持つダイバーも多い。細かい書き込みはできないが、瞬時に消せるため、コミュニケーションツールとして、 非常に有効。ほとんどのガイドダイバーがゲストへの説明用ツールとして使っている。撮影器具や水中ライトなどの精密、電気、電子機器は水に対して弱い性質のものであるため、防水構造とする必要がある。防水は主にオーリングなどのガスケットを用いて行われるが、機器が複雑、精密になればなるほど、少量の浸水も許容されない。 本質的な許容量のみならず、浸水により破損した際の経済的ダメージも大きいため、より高度な防水構造を備えざるを得ず、機器自体の価格も相まって非常に高価なものになる傾向がある。1万円前後の水中ライトや2万円程度のハウジング、コンパクトデジタルカメラ用から50万円を超えるハウジング、一部の一眼で不要や一部の高性能ライトが 市場に混在しているのが現状である。テクニカルダイビングにおいては、大震度や洞窟内等の速やかな脱出が困難な環境における安全性の確保や潜水可能時間の延長、複数呼吸ガスの使い分け等の目的を達成するため、主要機材の多重化をはじめとして、特別な使用のダイビング機材が使用される。テクニカルダイビングにおいては、 リクエーショナルダイビングで用いられる一体型の PC に代わって各種のバックプレート、ブラダ、ハーネスを個々のダイビングにおける要求に応じて適宜組み合わせた PC が用いられる。呼吸排気から二酸化炭素を取り除き酸素を補って再利用する循環式呼吸装置のことである。講義には医療用の吸入全身麻酔等もこの装置に含まれるが 一般的には潜水用、災害救助用等の一式を体に装着して用いる装置を指す。ソーダ石灰等のアルカリ剤を用いて二酸化炭素を除去した呼吸排気を一旦カウンターラング、呼吸能という袋に貯蔵し、ここに酸素、あるいは酸素濃度の高い混合気体を添加して、酸素分圧を呼吸に適した範囲に調整した後、再利用する。 酸素分圧の調整方式としては、酸素分圧センサーと電気弁を連動させ、不足分の純酸素だけを供給する閉鎖式と常時一定量、呼吸によって消費される酸素量の倍化の酸素を含む混合気体を供給し、余剰のガスは外部に放出する半閉鎖式があり、現在では40種類以上販売されている。日本国内では90年代初期に、 エアン32を使用したフィーのレクリエーショナルダイバー向け日産系が販売された。軽量、排気ガスが少ないといったリブリーザーの二次的な価値を宣伝文にしていたが1996年に撤退。CCR は SCR より長時間の連続使用が可能である。上、酸素分圧が一定に保たれるため高圧化、大振度での使用にも適しており、さらには 排気による音の発生がないため神経質な生物の観察などに適するが装置が高価であるのみならず保守は煩雑で費用も高額、酸素分圧センサーは高価な上寿命が短いという欠点がある。特に産業、軍事以外の用途では費用面から適正な酸素分圧センサーの保守がなされていないのが実情で故障や 動作不良により多数の死亡事故が発生している。このような背景から洞窟や人船などで本格的な探検調査をする際にはむしろ SCR を使用しその限界内で潜水計画を立てるべきという意見もある。特殊な CCR として純酸素を呼吸する軍事潜水用の CCR がある。この装置では常に呼吸ガスの酸素濃度を100%に 維持すればよく、酸素分圧センサーは必要ないので構造的には SCR 並みに簡略化出る。ただし酸素中毒の関係で、おおむね5メートル以上には潜水することができず、その用途は上陸作戦等に限られる。大震度では水上の気温の高い時期でも水温は低いことが多いこと。大震度ではウェットスーツは圧縮され保温能力が下がること。 また、減圧を行うなどで長時間の潜水となる場合が多いことのため、テクニカルダイビングでは、ウェットスーツを着用することは少なく、保温性に優れたドライスーツを着用することが多い。また、二次的用途として、浮力調整装置のバックアップとして、ドライスーツを機能させることもある。長時間潜水では途中で尿意を催すことが避けられないため、 p バルブと呼ばれるコンドーム式の男性用、排尿器具や紙四つを装着する場合も多い。円筒系の大型のバッテリー容器を使用した水中ライト。キャニスタ、円筒器はハーネスによって腰の部分に取り付けられ、手に持ったライトとケーブルで結ばれている。ライトはハロゲン、ハロゲン HID などが使われている。バッテリーは鉛蓄電池やニッケル水素電池。 リチウムイオン電池などが使われている。水中で長距離を移動するために、巨雷型の水中スクーターが使われる場合がある。過去には、スクーターに取り付けた紐をハーネスに取り付けることによって、牽引される形で使われるものが主流であった。これは、片手で、オン、オフや、速度や方向などのコントロールを行う。テクニカルダイビングにおいては、 その重装備と使用される推進が深くなることがあるので、原因力、スピード、持続時間及び、耐水圧性能によって使用される機種が選定される。現在では、ハンズフリータイプの水中スクーターが好まれる傾向にある。太さ数ミリメートルのナイロンのロープを糸巻きに巻いたもの。そのラインを使い水中でのナビゲーションや緊急時の対処。 サーフェイスマーカーなどと組み合わせて、減圧時の目印などに用いる。ナビゲーションラインにつける目印。付設されているパーマネントラインだけでなく、自分が引いたスプールやリールのラインに取り付けて使用する。テクニカルダイビングでは、変形フロックキックという平泳ぎに近いフィンキックを行う。それは、洞窟や水中構造物の内部など狭いところに侵入するときに、 バタ足ができない場合があったり、その時に床の砂などを巻き上げないようにするためのキックが必要なためである。また、場合により後ろ方向に進むフィンキックも用いられる。これらの理由からフィンは幅が広く短いものが用いられる。スクーバプロのジェットフィンなど。また、そのストラップとして金属のスプリングを用いたものを使うこともある。これは堅牢性と着脱が容易なためである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。